山田決算会。ということで、こんばんは、山城と申します。今月もやってまいりました、山田決算会ということで、2023年10月ですね、9月分のですから、データを見ていくような形でね、今月もまたやっていきたいと思うんですけど、今ね、喉の調子がね、これ、なんか風邪とかじゃなくてね、今ね、収録的には後から出ると思いますけど、カラカラウオのまぜそばって出たじゃないですか。ちょうどね、あれをね、今ね、食べてね、ショーツ用にね、動画を作ってね、それの後に撮ってるんで、今もうカラカラウオです。もう喉から、口から、胃の中が特に、もうめちゃくちゃカラカラウオしちゃってましてですね、めちゃくちゃ 喋るのしんどいなって状態なんですけど、実はこの後にね、これは、結構直近にすぐに上がると思いますけど、おせちクリスマスのカタログ徹底調査、徹底解説のね、シリーズの収録が、この後十何時間かかるのかなっていうのがね、また待ってますんで、参ったなっていうところなんですけどね。あれ、去年のやつね、改めてデータね、再編集してみたらね、投稿された内容だけ15時間オーバーでしたもんね。意味がわからないですよね。収録は実際16時間以上やってるのかな、ほぼ。ね、まあ、ほぼほぼ使ってるとはいえ、ということなんで、それがね、また今年もやるのかと思うとね、これからね、このおせち、クリスマスでね、時刻を見た後にですね、その後、恵方巻きの徹底解説、また、チラシ、徹底調査ね、総チェック入りますんでね、しんどいなぁと。いうところなんですけどね。まあ、頑張ってやっていきましょうということでね、ここはね、結構ね、それなりにね、ちゃちゃっとやらないといけないんだ。それなくても、これを通常放送に入れれるなら、まだしもね、通常放送に入れれないんで、通常放送の1日3本投稿でと、また別途作らないといけませんからね。まあまあ、そっちの方はもう、とりあえず100本ストック作ったんで、最悪これにちょっと時間を割かれても、まあ、なんとかなるかなという感じでね、作っておりますんでね、なんとかなるとは思うんですけど、とりあえずね、さっとやっていきましょう。よっしゃ、ウォーということでね、とりあえず、もう今回も編集もガッタガッタだと思いますけど、ニコ動画からね、見ていきましょうかね。よいしょ。ニコ動画のデータがこんな感じでしたよということで、再生数、ちょっとね、追ってますね。899ということで、またちょっと1000切っちゃったな。8月、やっぱあれですね、盛り返したけど、8月はあれなんでしょうね。伸びやすいのかな。やっぱし、夏休みとかっていうのもあって。で、コメントは44件。グッドボタンが53件で、投稿数は37本。まあ、そうか、投稿数もちょっと落ちてるけど、あんまりね、実はね、そこは、あまり、ニコ動画の場合は、あまり影響にはないのかなってところですね。で、収益は、でも、収益は実は、1800再生の時とそこまで変わらなくて、1089円ということで、なんとか1000円台は、キープしました。多分、今回1000円台は切るのかなと思ってたんですけどね。単価が上がりましたね。よかったですということでね、ありがたいことになんとか1000円台キープということで、ちょっとね、これでね、また一つ機材買えるかなっていうんでね、また買った機材はね、こう紹介して、こうだとかでね、やっていきたいなと思ってますんでね、よろしくお願いいたしますというところですね。まあ、数字としてはあまり、なんていうの、結果的には1000円台に入ってるんでね、よかったんですけど、まあ、数字としては全体的にやはりちょっと伸び悩みがあるなというところとも、伸び悩むというよりは落ちてますからね。上ってる数字ないですもんね。全部落ちてますもんね。っていうことなんでね、あんま良くはない、状況なんですけど。とはいえ、ちょっとね、こっちに関しては今のところちょっとパッと、打てる手もないというのがね、現状ですので。ちょっとね、何かしら、ニコ生とかね、どうなんだろうと思ったんですけどね、まあ、何せね、放送、生放送、放送できるところがね、時間が夜中の3時とかになっちゃうんで、夜中の3時とかだと、今度私別に防音室、ね、これ、後ろの背景ね、見えるんでわかると思いますよ。別に普通の部屋なんで、防音室じゃないんで、夜中にね、あまり大きな声張ってね、できないんで、そこら辺がね、ちょっと、悩みどころだな、というところだったりしますよ、というところでございますんでね、ちょっと打つ手がないというのが、今、正直現状のところですね。改めて、実際のデータの方、ちょっと見ていきましょうか。ずっと、まあ、こんな感じで。
まあ、再生とかも、まあ、全体的にやっぱり低調なんでね、なんとも っていう感じですよね。全体と比較で見てみると、まあ、うちのところでやっぱし、35か40、まあ、私が40歳なんで、まあ、同世代、やっぱしに、寄ってるよねっていうのと、96%、すごい、男性比率になってますね。まあ、こうなるよなという感じはありますけどね。まあ、若い子のところ、上の方も、まあ、全体的にそっか、一世代上と、この20代、30前後と、50前後のところがめちゃくちゃ弱いよっていうのがね、わかりやすい、ところなのかなというところでございますね。ここの層がね、本来はね、一番伸びるであろう、この、アラサーのね、世代、ここはいわゆるネットをよく見るよっていう、YouTube で育った全盛期の、子たちとかがこの辺りだったりしますんで、そこら辺がね、やっぱしね、取れてないよねっていうのはね、まあ、わかります。いわゆるエンタメ向けな感じのあれじゃないし、この世代の子たちが大体ニコ動で見るっていうと、ゆっくり解説が非常にやっぱし人気があるみたい。あと、ボカロ系ね、っていうところなんで、まあ、そことはね、全くね、かすってもいないね、うちのチャンネルにね、見に来もしないのは当たり前なんだということでございますね。っていう感じでございますね。で、収入が野口で見てみると、よいしょ。こんな感じっていうことで、獲得予定が多い順でいくと、よいしょ。これも今月のデータか。ああ、だから9月のデータじゃないんであれですけどね。まあ、こんな感じだと言ってます。まあ、全体的にやっぱり、数字はね、そんなに、高くはなってないですけど、累計収入で見てみると上がってくるかな。そう、こんな感じで、古いやつもね、入ってくれてるんで、おかげさまで、なんとかなってるっていう感じですね。正直、新規の動画はそんなに伸びてねえよっていうのは、あれですね。まさか、でもね、考えようによってはね、まあ、これなんかね、特段にフォーカイス券とかってやってるからね、それなりに能力もかかってますから、あれですけど、それとね、エア郵便体操がね、2円差っていうのはね、これはコスパいいですよ。あれ、この動画なかなかひどいですからね。ね、もうこれが毎月ちゃんとね、チャリン、うちのね、チャリンチャリンにね、繋がってくれてるんでありがたいですね。っていうところだったりしますよ、と。いう感じですね。ニコ動はこんな感じ。もうね、今回もう一回、あれ、先月もまとめたっけ？もう一回にギュッとまとめますんで、次ね、YouTube の方ね、見ていきましょうじゃないですかという感じでございますよ。さあ、YouTube の方どうなってるかというとね、よっこいしょ。YouTube はこんな感じでした。アップロード数はちょうど100本でしたね、数えてみたら。ということでございます。で、視聴数は、ちょっと落ちましたけど、まあ、1万7000ってことは1万7150ということで、ちょっと2万はね、切っちゃいましたけどね、ちょっとこれですね。まあ、時間も262時間ってことで、ちょっとまあ、落ち傾向はあるのかなというところですね。まあ、傾向としては、登録者数は12ってことなんで、まあ、増えてるので、まあ、考え方によっては、ここでね、軌道修正した、3000再生になってね、チャンネルを、個人チャンネルとあれでね、分けてみたらね、総崩れになってね、登録者数もね、2しか増えてなくて、どうのこうのっていう風になっとったね。この時と比べると、まあ、だいぶ持ち直してきたのかなというところですね。で、まあ、なんやかんや、この万福屋のやつがね、ずっと入っとって、まあ、正確に言うと、前みたいに、山田もぐもぐってとかね、あれでポンと入っとったやつが、入らなくなったっていうのは、ちょっとあるのかなっていうのはありますけどね。まあ、そのあたりは一つ課題なのかな。新規の動画は、軒並み大体、あ、いって300とかで、100前後とかで全部ついちゃってるんで、ちょっとそこがね、下振れしてやってるのが、まあ、結果的にこの数字になっているのかなというところだったりしますね。数字データ、見ていきましょうか。ここでちょっとで動画の振り返りもやっていきましょう。ジョイコンテンツで見てみると、ですので、万福がずっと引っ張ってってる感じで、これを万福が1万再生いったのかな？お、もう1万2000再生までいってる。なんやかんやと、見ていただいてる。これがね、もう何せね、もうとにかくコンスタントにずーっと、コツコツと、数字を取ってくれるんで、どっちかというと下手すりゃ、
登録者数にでも繋がってないとかね、ちょっと独特なところではありますけど、またちょっと満腹屋もね、食べに行きたい、ところですけどね。まあ、何せね、8月とか例えばね、入ってくるね、ツイッターとか IX がとかでね、入ってくる情報でもね、えぐいなというね、あれになってたんで、ちょっとね、まあ、この時期だったら落ち着いてるんじゃないかなってことでね、ちょっとまた行きたいなというところですけど、まあ、何せね、こっちに行くだけのね、余力がなくてね、体力とか時間的な問題でね、うん。まあ、ちょっと部屋取りがちょっと増えそうかな、今月はね。土曜日もがっつり 出勤で、仕事が終わるからちょっとね、合間のところを見て、ちょっと歯医者も行かないといけないとかね、それがもう全部週末にギャギャギャって詰まってるんで、なかなか遠出は難しいのかなっていう中で、ですからね、っていうところでございますね。まあちょっともう一発ちょっと、撮影しに行きたいところはあるんですけどね、寒くなってくる前にね、行きたいところもあるんですけど、ちょっと行けるかどうか怪しいなってところだったりしますね。っていう感じで、こんな感じでね、わーっと伸びてますよね。1万2000円でこれが伸びてるんで、これがちょっと引っ張ってくれてるなというところですね。あとは、まあ、傾向として何なんだろうなと思ったけど、まあ、ね、なんかね、伸びるもぐもぐの傾向ってのは、そこまで分かりにくいですね。まあ、どんぶり弁当系が伸びるのかと思ったサンドイッチとかですね、まあ、そこまで、で、あと、あ、そっか、カラカラ王ね。これは普通の方のやつですね。今日食べたのは混ぜそばの方、あたとかでね、やつ困りましたけど。うん。まあ、なんか、そこまでそんなに数字にあれがないんでね。うん。なんだろうな。なんか、まあ、とりあえず何でもいいから、とりあえず食べてね、数字にしていったらいいのかなっていうところですね。で、その中で実はこの辺来た、ちょうど直近に上げたやつがなんか伸びてるんですね。350になってるな。セブンイレブン。やっぱね、こういうちょっと大手さんのやつの方が伸びやすいのかな。多分検索ワードとかで引っかかりやすいのかもしれませんね。個人経営のところとかよりは、うん、そうですね。うん。で、基本的にはチェーン店の方のが、検索に引っかかりやすくなっているんで、まあ、そこら辺でね、ちょっと数字をつけてきて、数字がついてきたところら辺で、個人のところ、リピートで見てもらった時には、こんな面白さもあるんだっていうふうに、持っていった方がいいのかなということで、もう最近はちょっと、比較的、大手さんのね、お弁当とかそういうのに、ちょっと、と夜用にとかっていうようなね、綺麗事言ってますけど、実際のところね、仕事終わるのが夜中の2時とかなんでね、24時間営業のとこしか空いてないっていうのが事実だったりするんですけどね、まあそういうような感じだったりしますね。まあで、まあ昼間にね、仕事が終われる時に、今まではね、そういったところも寄ってたんですけど、ちょっとね、昼間仕事終わるのが残業とかで結構、どんと遅くなるんで、そうするとね、なんていうんですか、ちょっと寄り道して買い物とかがね、めちゃくちゃ難しくなっちゃいましてね、道が渋滞しちゃって、そんなことしてるとね、家に帰ってきて、編集終わったりするとね、もう、おいおいおい、3時間睡眠でも間に合わんぞっていうね、ような形になっちゃうんで、それはちょっとまずいなっていうんでね、さすがに仕事がね、影響出ちゃいますんでね、まあ、4時間以上睡眠はね、確保しときたいなっていうところがあるんで、うん、さすがにね、3時間はね、きつい。っていうか、正確に言うと、寝つきがいい人はいいんですけどね、パッと寝てね、4時間で、の睡眠時間で、よし、じゃあ寝て、ね、2分ぐらい、5分もね、かからず寝つけてね、起きれるよって人はいいんですけど、だいたい寝つくの1時間ぐらいかかるんで、そうすると、だいたい4時間睡眠の時間を確保してやっても3時間とかね、なっちゃいますからね。そういうところとかをね、まあ、なんとかね、ちょっと寝つき良くする方法とかもね、考えて、とにかくね、時短っすね、うん。まあ、世界的なその辺とかはね、ガツガツ詰めてね、やるタイプなんで、なんかね、もっと詰める方法ないのかな、っていう。ってのは年末、本当はもっと1日4本、1日5本投稿とかにしてね、さらなるね、物量作戦出たいなと思うんですけど、なかなかね、段取りが組めないんでね、さすがにね、段取りなしに行くとね、完全に動画自体は撮れてるんで、あとはその、編集の段取りなんですけど、まあ物理的にどうにもならんすもんね、時間がね。うん。今でも多分、動画の編集って他の、ちゃんとしたクリエイターさんに比べたら全然短い時間でやってるんで、ですから、だって、2時間半で3本動画を作るっていう、まあ、ショートも含めてですけどね、っていうようなタクトでやってるんで、うん、そう、あ、まあ、あとね、もうちょっとあれですね、今、サブチャンコンテンツがなくて、今ちょうど、ちょっと、
メインで、その BGM とかつけてやる、動画の編集の過渡期に入っちゃってて、サブちゃんが間にね、ポツポツと入ってくると、そこでね、時間稼げる。サブちゃんだったらね、本当にもう30分もかからずに作れますから、20分ぐらいで、作れるんで、それが入ってくるとね、4本投稿とか全然可能になってくるんですけど、いかんせこのね、BGM つけてどうのこうのってやるだけで、プラス20分くらいかかるんで、そうするとね、今度この30分タクトのところのね、タクトオーバーしちゃうんで、っていうのがね、難しいねっていうところですね。まあまあギリギリ。1日3本投稿はやっぱし、一応ギリなのかなっていうところですね。そうするとっていうところですね。ショーツ4本ならね、いけそうな気もするんだけど、今度逆にそれだけもぐもぐで弁当1日4個、しかもあれですから、昼休憩とかの時のやつは撮れないんで、撮影が撮れないんで、そうすると今もね、夕飯に弁当3個食べたりとかして、なんとかこれ回してるんですけど、っていう風にね、なってますからね。まあまあ、そうなるとちょっとね、うん、なかなかね、うん、しんどいかなっていうところでね、まあ、継続してね、やろうと思うとね、ちょっとそのあたりとかをね、うまいことね、調整できるようにね、昼休憩のね、ところでもね、取れるようだったらね、あれなんですけど、まあ、そうはね、なかなかいかない。まあ、ですから、昼休憩でね、とりあえず自炊でね、まあ、簡単なもの。あと、そう、本来はね、食費を切り詰めてる生活なんで、あんまりそんなに弁当ばかし食べててもいけない、ね、あれなんですが、本当はね、ちょっとたまにはね、缶詰飯みたいなのでね、パッとね、済ましたいんですけど、基本的にこれを1日2本、ショーツで入ってくるんで、なかなかね、それもね、できないんでね。うん。そこがね、難しいですね。まあ、いろんな兼ね合いのところギリッギリでやってますんでね。っていう感じでございますね。なかなかね、そこら辺がね、うん。伸ばしたい方法と実際にできる方法と、そのあたりの乖離がね、相当ね、ありますんでね。なかなか、これ、まあ、こればっかしはね、でも、兼業後のね、いわゆるメインで仕事をやりながら動画を上げてる人も、これはもう宿命なんでね、うん。そもそも専業でできる能力があるんだったらね、またちょっとね、別ですんでね、ちゃんとね、そういうのができる人だったら、そもそもこんな感じの企画とか、こういうあれになってませんからね。まあ、ここはもう、いわゆるアマチュアなりの戦い方、うん。これね、いわゆる収益をもらってどうのこうのやるプロじゃないんで、アマチュアなりには、こういうような動画でやり方とかあるよっていうのをね、アプローチをね、かけていくしかないんで、アマチュアなりのね、やり方をやっていこうじゃないかということで、まあ、そのね、まあ、限られたリソースとね、時間との中でね、なんとか数打っていきたいなと思ってますんでね、よいしょ。よろしくお願いいたしますと。いい感じですね。そんな中でね、実はこんな感じで、まあ、1万7000再生。まあ、これもね、一時期と比べるとだいぶ良くなってきた数字ではあるのかな。そうですね。まあ、このあたりとかね。一時期2万再生いったところあるけど、基本的には1万再生はいかないよねっていうところから、この1万、ね、2万再生前後のところで、トントンと来てますんで、まあ、一応回復傾向にはあるのかなというところだったりしますね。っていうところだったりしますけど、ここでもう一つね、先月から現れた副兵がいましたんで、ちょっとそっちのデータも見ていきましょう。TikTok ですね。TikTok どうだったのかなっていうと、TikTok がね、なかなか伸びておりますと。視聴数ですね。視聴数が 68,859。で、グッドボタンも614ってことで、こっちはグッドボタンの集計が出ないんですけど、多分ね、合わせて、100はいかないです。100はないですよね。多分80、70、70もあるかなっていうぐらいのグッドボタンの数なんですけど、TikTok の方はね、なんとね、614ってことで、これね、投稿数で言うと100本もないですよ。100本のうちだいたい30本がロング動画なんで、35本ぐらいかな。で、考えると65本ぐらい上げてて、なんで、一動画あたり10いいねぐらいついてるよねっていう計算で、実際ついてるんですよね、それぐらい。なのでね、実は伸びがいい。ですから、再生数も、ですから、60本ぐらいで、6万8000、ってことは、6000の1000再生ちょいはアベレージで取ってる計算になりますから、ああ、それは強いなというところですよね。
で、サブスクライブ、いや、登録者数ですね。もう39名増えてるってことなんで、実は、すごく破竹の勢いで TikTok のフォロワー数が迫ってきております。まあ、ただ TikTok の方のが、まあ、かなり、その、フォローとかに関するハードルがかなり低い。っていうのがあるのと、まあ、他にもちょっといろいろとね、理由があって、うん。まあ、TikTok の方が、本来は全然、あの、再生数とかもね、伸びやすい、傾向にあるんで、これが果たして、を YouTube とね、比べてね、1万7000と、6万8000やから、3.3倍ぐらいか、の伸びでしょ。っていうのが、これはやっぱ TikTok の方のが夢あんじゃんっていうのかは、あれですね、なんとも言えないですね。いや、TikTok の方が本来再生数ってバカ入りやすいから、10倍ぐらいないとそもそもトントンとして、初めてトントンとして見ないといけないよとか、っていうようなのかもしれませんので、あとはいえ、まあ TikTok の方のが伸びてるのは間違いないなってことですね。こんな感じで、視聴数も、6万8000、ね。ずっと伸びてます。まあ、で、しかもアベレージが、確実に、日当たりのアベレージが増えてきてるっていうのがね、まあ正直、やってる身としてはね、ああ、なんか再生数が伸びてきてる感があってね、やりがいはあります。正直言うとね。で、エンゲージメントもこんな感じで増えてるし、っていうところですね。結構シェアとかもね、皆さんしていただいてるんでありがたい。で、フォロワー数も39増えてきて、結果的にね、今ね、プロフィールが、あ、ちょうど300フォロー超えました。ありがとうございます。ありがとうございます。なのでね、まあ、2ヶ月でこのね、数字ですんでね、なんかそのうちもう抜いてきそうだなっていう感じがありますよね。で、2396いいねということで、結構本当に、いいねが増えてるんで、ありがたいところでございます。この勢いでね、ずっとやっていきたいなと思います。こんな感じで、まあ見てもね、さっきも言いましたけど、やっぱ平均そうですね、それぐらい入ってますね。6、13。これはね、あ、ちょっとすいません。上げ間違い。20飛んでますもんね。そう。ちょっと上げ間違いがあったね。ちょっと、今、止めたやつですね。43。これの、なんかね、これね、金末のいない術が伸びてるんですよ。金末か時代金末来てんのかな、やっぱ金末かな、うん。金末、ちょっと金か。あ、今日はダメなんだ。もう、時間がない。っていう感じでね。結構遅くに撮ってるんでね、っていう形でございますね。まあこんな感じで、実は数字の伸びとしては実は結構いい。これなんかもね、卵巻きのやつが、ね、23いいねとかね、言ってたりしますんでね。伸びる動画の結構ちょっと、とか読めないね。これに関しても、ちょっとばらつきのところがあるんでね。で、このあたりとかね、うん。伸びてるなっていうところで、逆にこの人はサンドイッチとかこういうのは伸びないんだねっていうところで、あれか、そうか、位置取りのやつか、位置取りのやつはそんなに伸びてないかなっていう感じですね。うん、このいいね数とね、でもね、いいね数4とかでもね、そこまで再生数とかね、落ちてるわけじゃないんでね、ちょっとそれあたりとかも面白いところだったりしますけどね。というような感じでございます。まあ、傾向としては、ニコ動はかなり低迷気味。うん。YouTube は、まあ、なんとか盛り返しは来たけど、まあ、そんなに、見込んでたほどの数字の伸びにはなってない。で、TikTok は、なんか、予想に反して伸びてる、来てるよね。どれぐらいまで伸びるのかな。伸びてくれたら、ラッキーぐらいでね、やってますんでね。どうかよろしくお願いいたします。TikTok の方に関してもね、なら TikTok よりね、例えば過去動画ね、うち2300本もストックがありますんで、2300本の、ね、ストックを、うまいことをね、使って切り抜きとかね、そういうようなので TikTok に上げていくっていうのも、ありちゃうんですけど、それよりもね、今とりあえず、そう、撮影して溜まってるデータ、とりあえずこれはもう、吐き出すだけ吐き出していかないと、もう、ストロークのデータ、5月のデータがこのままだと年越しますからね。1年越しとかになりかねないんで、とりあえず出すだけ出し切って、なんでしか多分また結局、あ、これは取りに行かねえとってのはね、できちゃうとね、また取りに行っちゃうと思うんで、そのあたりとかもね、うん。まあ、ですので、なるべくね、ちょっとロング動画もね、数1日2本とかで吐かしていきたいんだけどな。
っていうか、ただ、でもそうだ。これが、これの後のその、おせちシリーズと、これからおせちクリスマスケーキで、恵方巻きがね、怒涛のように、また撮影が入ってきますんで、4本投稿にしても絶対間に合わねえんだ。ダメだ。5本投稿か6本投稿とかにしないといけないのか。まあね、本来だったらね、実はね、理想はね、1日10本投稿とかにしたいんですよ。それぐらいやらないとやりたいこと、処理ができないんで、いくらだってネタはありますんでね、そう、1日10本投稿ぐらいだったら、ショート4、あ、ショート5本、6本の、ロング4本とかは、で、部屋取り枠とか作って、っていう風なぐらいにはできるぐらいのネタ帳は溜まってるんで、うん。なんですけど、いかんせんね、そんな時間も余裕も、お金もねえというところで、ね、その大会とかもね、いろいろとやっていきたいなと思います。ただね、そう、お金関連で言うと、一つ、大きいニュースがありまして、ニコ動は、その収益がね、今出てますよってことで、もちろんニコ動のギフトとかね、いろいろと、送ってもらうので、全然ありがたいところなんですけど、それとは別でね、うん、そう、ファンボックスでも始めた。ファンボックスもちょっと興味ありますけどね、うん。どうなんだろうなっていうふうには見てますけど、このね、ニコ動の収益化のね、システムがちょっと変わりまして、実はこの、今までね、登録者数1000人、1000人と、で、再生時間が、再生時間が4000時間でしたっけ、これですね、登録者数が1000人で、再生時間が、4000時間ないと、今までね、収益になりませんでしたよっていうところからね、一つ、新しい段階ができまして、2段階になったんですよね。メンバーシップや、スーパーズ、これはスーパーチャットとか、そのあたりですね、スーパースティッカーズとか、スーパーサンクス、このあたりとかと、あとショッピング、の、やつとかの、アフィリエイトのやつは、これはアフィリエイトではないか、コンテンツね、の紹介とか、そういったようなのは、実はこの、特にメンバーシップ大きいかな、実は500人でできるようになりました。なので実は今462人、まあまあいいとこまで来てます。時間数がね、そうなるとちょっと時間数の方がね、ちょっと足りなく、なってくるんですけど、ぜひね、ちょっととりあえずね、登録者数ね、とりあえず500ね、越したいよね、ってことでね、ぜひね、この動画ね、ピッてもらってね、ここまで来たあなたはもうね、この動画ね、うちのチャンネルね、見る素質絶対ありますからね、登録しましょう。ぜひよろしくお願いいたします。ということでですね。まあ、こんなところかな。あとは、そっか、事前動画振り返りをやらないといけないんだったら別に、やらないといけないってあれではないんですけど、アナリティクスで。じゃこれもね、相変わらず投稿数が多すぎて、データが消えちゃうんで、15日までの前半分でちょっと見ていきましょうか。13456789112345ね。ありますね。1日が、これ、奈良行った時にやってるの、大山と神社とか行った時のね、フルのやつで、あとは、ショーツですね、トントン食べて、スケドクを食べましたよ、といった感じですね。で、次のが、これが、胸赤坂か。そっか、まだこれのやつだったんで、なんか、もう編集したのが随分と昔で、もう、撮影したのだって冬、これ、春だっけ ?3 月の末とかだったよな、に撮影したやつなんで、なんかもう、なんか、ああ、懐かしいなっていう気分ですかね。こうやって振り返りで見ちゃうと、もはやね、ありましたね。胸赤坂。でもこれも最終版の方ですね。で、UFO、あ、で、あとそういや、どっかで言いましたっけ、表示がね、今までここのところが、詳細みたいか。ここのところが今までマイナスだったのがね、こっそりプラスに変わってると思います。これね、単純にアップロードした時の、YouTube スタジオの仕様の違いです。なんかね、マイナスだとね、デフォルトでね、消えちゃうんですよ。うん。消えちゃうんで、いつも手作業で全部書き直しとかやってたんですけどね、なんかね、プラスだと消えないんで、
じゃあ、とりあえずプラスにしとこうという、あれです。ちなみになぜか選挙もニコ動だと、マイナスだったら絶対消えないんだけど、プラスだと3回に1回くらい消えるっていうね、謎のね、仕様なんでね、ちょっと今、そのあたりどういう傾向体なのか、今ちょっとね、いろいろと喋ってるところなんですけど、よくわからんけど、まあ、とりあえず、その YouTube の方はプラスだと消えないんで、ここのやつを今まではこんな感じでね、マイナスで、表していたのを、プラスに変えましたよと。いうのは単純にこれ、仕様と。それで、じゃあ、ちょっと過去例と思ってやってるのはどうしてかっていうと、こっちがデータ検索とかでね、リソースデータとかを拾うときに、マイナスとプラスが混じってるとね、わかりにくくなるんで、今全部、順次、全部プラスでね、リソースデータのチェックができるように、いわゆるエビデンスチェックとかそのあたりをやるときですね、必要になってくるんで、ちょっとそのあたりは揃えるように、今、わちゃわちゃとやっております。実はこんなのが裏でやってるとかね、いうのがあったりするんですけどね。まあ、そのあたりはあんまり表で言う話でもないんでね、こういうところとかちらっと言ってますけど。で、あとは、なんだ、もぐもぐ撮影中、ああ、山田もぐもぐ撮影してる間にね、パッと撮ってるとかね、とりあえずあげたよと。いうので、ここから新企画ですね。結局今、バーサス四日市って呼んでますね。VS 四日市って呼んでますね。JR 四日市駅、駅ナンバリングなら近日に勝てるって言ってね。駅ナンバーの11番っていう数字で戦うと。四日市駅同士だとね、絶対近日に勝てねえんだから、駅ナンバーの11の駅だったら絶対しょぼい駅ばっかしだろうということでね。しょぼい駅 ばっかしっていう、いい言い方ですけど。しかもこれ絶対に四日市市民なんでね、やはり四日市市民たるもの四日市三重県愛してますから。当たり前じゃないですか。三重県民はね、三重県ダブすごいですからね。もう島、スペイン村回してるし、ロリカミだって回してるわけでございますよ。お前がロリカミなだけだろうっていうのは置いといてですね。僕のこと置いといて。ということなんでね。四日市を勝たせるべく、もう出来レースですよね。どんなにすげえ駅が現れたところでね、めっちゃ駅前栄えとるやんっていうところがあったところで、絶対に四日市が勝つ、理由付けをしますかね。特急列車が停車してね、これはもう四日市の勝ちだ、とか。もう無理やりやってますけどね。っていうシリーズです。これね、今後、ちなみに、バーサス四日市にしたんで、何もその、JR 四日市駅のナンバーだけじゃなくて、それこそ四日市インター。インターって、高速道路って、その、番号が振ってあるんで、その番号がちょうど30、31なんで、そこら辺とかでもやってみようかな、というふうに思ってます。その場合はドライブ動画になりますけどね。ただ、意外と30、31ってないのよね。高速道路の番号で調べてみたら。結構東北とか、山口とかの方に行かないとないのかな。普通は30までとか行く前に、高速道路が終わっちゃうんですよね。実はこの30って相当、遠い数字で、これなんだったっけな？どっから来てんだっけ？東名か。東名から、どっかから、その続きの番号に、あ、違う、あそこにあるんだ。あそこでいっぱいあるから、名二環でいっぱいあるんで、その感じとかだったかなっていうような感じだってするんですけどね。そう、ああいうのがあると、というのは、ちょっと実は30まで行くの特殊らしくてね、なかなかないんで、いろいろと回るのがなかなか難しそうなんですけど、まあ、そのあたりはね、ちょっとまた考えているし、まあ、そもそも5月に取ってと出せよって話なんでね、とにかく、どっちかというと今、編集の方のが重きを置かないとなってところですね。で、VS 四日市ですね。ずっとやってますと。そう、これ実は VS 四日市って決まったの10回目ぐらいからやったっけ？そう、後からこれ買い直したんですよね。で、生駒三条とか行って、営業してるところね、初めて見に行ったよと。で、昭和4年生のね、遊具とかが動いてるんでね、もうこれもなかなか見応えがあっていいところでしたね。で、萩の台駅ね、初めて行きましたね。まあ、いや、団地の駅で。でも、反対側のところとかのロータリーの構造とか、ちょっと面白かったんでね。こういう駅もあるんやな、というのはね、ちょっと面白いところですね。で、あやめ池駅ですね。昔は、あやめ園でしたっけ？っていう、遊園地があったところらしいんですけど、今そこが開発されて、今学校とかがわーっと立ってますよっていうところですね。で、そこから歩いて、大和西大寺まで歩いていきましたよというところ。で、あとは、そうだ、国道25号線でニコールね、一気見版をね、ここで出しましたね、というのがあったりしましたね。で、後半は、よいしょ。
ですね、伊勢田駅、行って、伊勢田駅から歩いて天一に行ったんだっけ。そうですね、これは小倉駅でしたっけね、の方に歩いて行きましたよというところですね。天一を見て、意外とこの辺り起伏も多くてね、ちょっと歩くのが大変でしたけど、まあでも、天一もね、京都でね、天一ですからね、本場ですからね。そう、メニューも良かったんですよね、あそこ。やっぱ、京都の天一ね、その辺りとかがね、すごく洗練されてるんでね、うん、し、やっぱ昔ながらの、感じでね、かつ、オペレーションとかね、やっぱしっかりしてるところが、ああ、京都の天一やなと。あ、そう。王将とね、天一はね、やっぱ京都に入るとね、なんかね、なんか違いますよね。王将もね、ほんと京都を中心に提供スピードが、なんか速くなってくる。どういうあれなんだろうなっていう思うぐらい、京都府内とか、まあ、滋賀とか行っても速くなるんですけど、三重よりも滋賀の方が速くなって、で、京都に入ると、なんか、尋常ではないスピードで出てくるっていうイメージね。チャーハンね、総範囲って言ったら、はいよーって出てくる感じで、はいよーって本当に吉本新喜劇で見とるような感じで、はいよーって出てくるイメージですね。うん、そういうようなね、感じなんでね、なんでしょうね。なんか、うん、すごく、うん、いいんですよね。うん。で、いうの。で、報道の駅の方に行ったのかな。新報道のね。行って、駅前、新報道は何だっけ、あ、駅前でちょっと買い物したんだ。うん。飲み物買って、ドラッグストアとかも入ってる、復興してとかあったんで、そこで、ちょっと買い物をして、飲み物、あ、そうか、隣にスーパー買ってね、ちょっと一応、ちょっとパパッと買い物をして、飯を食べるように、お弁当とか買って、とかってね。でしたよね。で、二上駅に行って、きまして、ですね、うん、二上駅はまあ、いわゆる、住宅街に近いところなのかなっていうところで、まあ特に何もないよなと思ってたんですけど、意外とちょっと居酒屋とかがちょちょっとあって、あ、なんか地元の人にとってはちょうどいい感じのね、町のところで、ちょっと新しめの居酒屋さんとかもあって、おしゃれ、ちょっとおしゃれなところとかもあるんで、ちょうどいいよね、生活するのにはっていう感じがしたよね。で、うん、天ぷらそばとかも食べながら、いろいろとやってましたね。で、なんか、異常に投げてんだよな、この辺りとか。で、あとは、八尾駅で。で、おっと、11番の駅で、正直ね、まあ、普通とかしか止まらない。そんな、優等でしか止まる駅じゃないんで、準急通過だったっけ、八尾は。なんですけどね。うん。準中学級が止まるから止まらないから、急行も通過しちゃうっていう駅だったんで、どんなもんなんかなと思ってたら、ここね、実はその近鉄の八尾駅の駅前がすごく商業ビルとかが立ち並ぶ繁華街になっておりまして、かなり栄えてるんじゃない？おやっていうね、ところがあったんで、ちょっと冷や汗をかきましたけどね。なんならだって駅前に松の屋もありーのね、そのあたりとかでご飯を食べて何でもありーので、で、あげくの果てにそのまま快活が直結でありーのでね、非常にね、しかも、いい、この快活良かったですね。いやー、懐かしい。そう、ここの快活ひどかったんですよね。うん、素晴らしい快活でした。そう、天一食べたのやつとかね。そう、ひどい。これシングル料金で、12時間3000円とかにはなっててましたけど、広かったし、なんならラスト一部屋でね、これゲットできたのが、ね、非常に、精神衛生的にね、助かりましたね。で、にゃおいきね。あとは、これはサブのフル出したんだ。満腹屋のやつのね、ね、ちょっと。音声編集のやつがどうなるかなっていうのをちょっと試しがてらね、やってみましたよと。で、錦堂に、ワンコインスマイルキップ。これね、ちょっと臨時で、紹介動画を上げましたけど。うん、これは本当、いいですね。今も実はこの後にもまた撮影に行きましてね。もうすぐ上がるのか。もうすぐこれも上がり出しますんでね。またそのあたりもね。これはちょっと先に、11月までキャンペーンやってるんで、その中にちょっと10月に差し込んだんで、これだと10月に、放送がありますんで、ちょっと、これだけ先に出ましたんで、ちょっとお楽しみいただければと思います。で、八尾駅に行って、
で、八尾駅からずっと、JR の八尾に歩いたんですね。そう、あの自販機で買ったね、コッペパンも美味しかったですよね。コッペパンにチョコが塗ってある、いわゆる、デザート系コッペパンだったんですけど、あ、いいね、これシンプルイズベストね、いいですよね、と思いながらね、喋ってましたね。で、山田の車掌で、八尾から柏原っていうね、ちょっと短い期間ですけどね、ちょっと走ったのを撮って、そう、この辺りとかがね、AI の編集かけてる、本当に音が消えちゃって、電車の音とかも何も入らないっていうのがね、あれだったね。もう一回実は、デコード、素材データをもう一回引っ張り直してきて、実はゼロから作ってたりするんですけどね。で、柏原駅に行って、さあどうしようかな、歩こうかな、ちょっと歩こうかなと思ったんですけど、まあいいや、まあね、そのまま映画の衝撃に向かっていきましたよ。電車に乗ってきましたよっていうところとかですね。で、いろいろと食べて、で、映画のショーまで、で、ブラブラ歩いて、今に至りますというところでございます。映画のショーも結構、ぐるっと回ってみたら意外とね、その古墳の周りでちょうど一周するような形だったんですけど、結構見事ありなところでね、良かったですよね、というところだったりしましたね、というところでございます。で、10月もまた、ドカドカとね、動画があります。もう10月分、定期の放送のやつはもう全部、実は編集が終わってます。まあ、うちは1ヶ月分は作ってますんでね。ですので、もう10月も確実に、放送入りますのでね。それに、プラスアルファ、今からね、ガッツガッツと撮っていく、この、おせち、クリスマスケーキの特集が、がっつりと入ると思いますんでね。それも、ちょっと、また、今年も参考に。これが意外とね、人気コンテンツなんで、実はね、去年人気で、特に恵方巻きのやつなんか、なんかね、一部、なんか、ローソンさんとかで流してくれてたらしくて、紹介のね、こういうような違いがありますよっていうのをね、うちがやってたやつが、まあ確かにローソンさんのやつが一番長くて、実はコスパあたりのやつで言うと、実は、他社に比べると、非常に、ボリューム感とかもあって、良かったでしょうっていうような結果にはなってたんでね、そう。っていうのが、あって、なんか、ローソンさんでちょっとね、なんか、一部の店舗さんで、なんか、うちの紹介動画のやつが、ちょっと、流してそのプロモーションに使ってもらったりとか、していたらしいんでね、ありがとうございます。全然ね、なんなら、ここの店舗でやってますよとかってね、教えてもらったら、行けるところだったら行きますね。北海道の先っぽとか言われるとね、ちょっと、さすがに、しんどくことになってまして、まあ、行けるところだったらね、それをに覚悟つけてね、旅行企画とかね、やってきますからね、さ、っていうような感じでございますね。どうぞよろしくお願いいたしますというのでね、賢いということでですね、まあ今回はね、まあこれぐらいでね、動画の方はね、締めさせていただきたいと思います。さあ最後だけオープンしてね、そんな感じでね、今からね、時刻のような16時間収録に入りますんでね、どうぞよろしくお願いいたします。ということでこの動画はこれぐらいで締めさせていただきたいと思います。ご視聴ありがとうございました。あ、ちなみにマイク、結局昔の、シャバイ方に戻しましたんでね、こっちのマイクだとね、力づけてボソボソになっちゃダメなんでね、ということでございます。以上です。ご視聴ありがとうございました。